エントリーナンバー15番、菊池隆弘、33歳、炭火割烹菊川で料理長をしています。北海道亀田郡七飯町にある大沼長野山牧場で、本州海外の方にも喜んでいただける美味しい北海道羊肉を生産している羊飼いの重田誠さんです。私がレッドアンダーサーティファイブで勝ち進み、発信する人間になることで、世界まで北海道の羊、重田さんの羊を知らせることができると考えます。いろいろ諸説はありますが、ジンギスカンは間違いなく日本国北海道で生まれた料理。それを私なりに料理し、シンプルに再構築し、わかりやすく世界に発信できる料理にいたしました。ジンギスカンには二通りの食べ方があります。まずは味付けジンギスカンです。本来は醤油味ですが、日本料理の技法、味噌漬けにて味付けします。下味をつけることで肉を柔らかくし、臭みを取るのが狙いです。もう一つは素焼きにしてタレをつけて食べる方法です。焼く直前にスパイスを合わせた岩塩を振り焼きます。こちらは羊本来の味を知っていただく素焼きといたします。そこに道南乙部町の超軟水の湧き水で、羊の骨やあら、昆布で取った出汁に生姜の絞り汁、煮詰めたバルサミコソース、醤油、蜂蜜を入れ、最後にバターを入れ、とろみをつけて完成。あしらいは本来羊から出た出汁汁で野菜を焼き食べることから、羊の油で野菜を炒め、出汁を入れ、煮含めてあしらいといたします。生産者を生かすには、生産者と同じ以上の情熱と愛を持ち、料理し、一人でも多くの方に食べてもらうしかないと考えます。料理名は日本から世界へ、日本の魂、ジンギスカンです。私は北海道函館という決して都会ではないところで料理をしています。そういう料理人たちに場所は関係なく、世界に発信できる存在になれるということを証明したいです。そのためにはこのレッドユーアンダーサーティファイブで勝ち進むしかないと考えています。また地方の若者の流出、観光客の増減など人材育成、地域の活性化、地方創生にもつながると思っています。そのために私は絶対勝ち進まなければならないと考えます。絶対に菊池隆弘の名前を忘れさせません。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。